3組目はワンピー側サディーザミ、2ピー側ジュノカグラです。カグラズナミ、さあ本日3組目の声分からせ方です。今日はもう先着2組なんか行ってる場合じゃねえということで、ガンガン受け付けておりますが、まあ遠くから来てる人たちばっかりなんでね、かつ日曜日なんで、そろそろ夜の9時に差し掛かろうというところなんで、この後のもう1組決まってますけど、時間的にはそんぐらいがちょうどいいのかなというところになりますが、ワンピー側がサディさんのイザナミで、ツーピー側は伸び伸びたことツノカグラです。さあ対抗戦以来やってないということですけども、対抗戦結構前の話ですからね、7月6日およそ1ヶ月ぶりということになりますかね。さあモンスターハンターとなっているジュノカグラとサディーザナミとの対戦ですが、速バースト、あっ待って、さあ三振指導からコンボはできている。わお、すごいのが来たぞ、投げられた、後ろに戻る、盾を張る、ノグミ、あー苦しい、あ苦しくないぞこれ。さあリーダーにはちょっとコモ見せた感じがあるぞ、あ相当貪欲に行きましたね、今 6B に石入れ込みましたね。さあガーキャン OD で冷静に返されてしまいました。まずはサディさんのイザナミが先制です。今 6B 2C とかね、いかにももう勝ちたいみたいな感じでこうやってないとね、結構ああいうのが OD 警戒とかああいうところがね、ちょっと警戒が薄れますよね、意識がね。さあ行きましょう、現在 1-0 です。という戦撃、あ、シルシュが当たる、しかしニコニココンボですね。あ、なるほど、あ、そう、あ、バウンドしない、シルシュがよく当たる。さあ単発ダメージで頑張っている、単発ダメージでイザナミを圧倒しているが、倒しきれるか、ドグビー一方転出したのはカーグラ、あホームランです。ロクシーカウンターから4500、盾を張るがゲージがない、しかしこれ崩れました。桜川危ない、結構今西怖いですよね、ギリギリでかわしていきますが、遅れていく、さあヘッダー3600から盾で、さあラクキャンで降りてくるまでもちろん見越しております。着地攻め、イザナミが引っ掛けて、あ、うまい、
ジャンビーしずくうまいこと当てていきます。1-1でファイナルラウンド。からがってみ、レベル3アクション。来るわよ、楽しませよ。ザッキリン戦役、よくぞ。ザッチくん、さあヒルン戦役。ザッチくん、はっ。ザッチくん、なんだ、来るわよ。はい、よく。さあアクションゲームになっているが、どっちが先にペースを握るか。よく来るわよ。ザッチくん、来るわよ。ヒリン戦役。先手を取るのはまだわからないか。イザナミっぽいぞ、藤原美だ。先にペースを使います。攻撃解放。さあカグラ、なんとか切り返したいが、冷静に 6A タンクを決めてくる。あ、しずくが上の方で発動して、2ラウンド目、3ラウンド目はパーフェクト。さあ勢いに青や飲まれると思いましたが、さすがに冷静ですね。さあビーザナミが2勝です。タグラムツキ、The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. 遅いな。キノハル。なんだよ。わお。バックとビットを搭載しながら本人が三振で突っ込んでくる。これは美味しい。まだ続けるがある。なんだ。天外の火までつないで、うまい、近づけたの飛んでかわしたが、 6A またも引っかかる。さあイザナミデンジャー状態ですが、ここでデンジャーが終わる。どうするんだ。いやー、どうにもならない。一本前進したのはイザナミ。ジャンシー、まあ即バースト、この辺はもうミーアもそうですけど、やべえ指導食らったらパッパとみたいな感じでね、始まる勝負に戻るぜみたいな感じのバースト違いです。あ、コンボがあれですが、あ、時間だ。ここでゲージが欲しかったですね。さあ、ジャイアを放して無理やり切り返す。 6B 助け配がない。さあ、これはしっかりね、ガーキャン OD から確実に倒していきます。さあゲージを温存できる相手ではない。出し押しはなし。 1-1 でファイナルラウンド。あ、美味しいぞこれは。投げは抜ける。さあ出た、お箱の駒投げ。さあファグナー出るかと思ったんですが、その前にビットを挟む。ビットが当たる。さあこれはカシゲダンというか着地の駒投げですね。これは無理。坂田の夢で。さあサディーザナミが3勝です。やはりイザナミ
苦しいですね。まあしかもただのイザナミじゃないですからね。ミーアにしろサディさんにしろどちらも最高段位天帝イザナミです。それは天帝は強えよとなるわけですが、さあ一矢報いたいところ。4戦目来るわよ、楽しませよ。バイバー。そっち、落ち、死ぬなよ。そっち、あが暗く、死ぬなよ。落ち、死ぬなよ。あが暗い、死ぬなよ。暗く、見えるか、避けてみせよ。始まる、楽しむ。死ぬなよ。死ぬなよ。ははは、悶絶している。死ぬなよ。死ぬなよ。助けて影中エモンって感じですか。さあ影さんは今日いません。心の拠り所がないが、あとで動画でいろいろ言われるのは間違いないでしょうから、ここはやはり影手恥ずかしくない戦いを見せたいところですか。さあ今のところは恥ずかしくはしょうがないとか言われそうですね。普通に一方選手したのはイザナミ。さあしょうがなくないよってところを決めたいですが、うまいスライド展開で、ね、からダウン取って、もう起き上がりビット結構食らっちゃいますね。ジャンプ以降かなんかなのか分かりませんが、中断見えない。エルさあ6星2段目で1段目ラップディレイラップキャンディレイ 2B、 これやらしいぞ。気づく、うわースリーウェイだー。さあどうするんですかこれ。やっぱさっきのねちょろっと勝ちパターン見えましたけど、もう事故らせるしかないですね。まあいつもそれなんですけど、いつも以上に事故れってやるしかないですね。さあある意味いつも通りだ、相手がどのキャラでも関係ない、事故らせればいいのよと。さあ、シシーから収集、元気よくいく。これは普通に読み合っていきます。シャガバンダイ EA で EA が勝つ。あ、うまい。カードモスを空中ガードして切り返し、うわーっとシーハブダンはこれを切る。さあこれは無理、ログ B から一本選手したのはイザナミ。さあやはりログ B をねなんとか止めないことには苦しい展開は続きますよね。よし、さあ、シレイ 3C が引っかかる。カドモスガードしますね、素晴らしい。 3C のがよっぽど怖いですけど、それでも中段もしっかりガードしていきます。さあ、意識の高いガード、そしてハメ入れ替えのシャガパンが当たる。さあ、バンジキュースなのか、イザナミはゆっくりと立ち回っていく。横も、さあ、しずく動いてそこに当たる。展開の日、6B当たらないが、諦めろ。ラッキャンからすぐに 2B を刺してきた。さあ、しょうがないですね、これは。3組目サディイザナミ対ジュノカーグラは 5-0 で
サディーナナミの勝利となりました。お疲れ様です。